今永翔太のインスタ、ファンの熱気が大好きです。また来てね。シカゴカブスの今永翔太投手に早くも熱狂的なファンが現れた。ドジャース戦での登板に裸で駆けつけた6人の若者。6人は雨の降る寒空の中、裸で胸に、SHOTA、翔太、とペイントして応援した。今永と6人の交流は試合前に始まり、練習で使用したボールをスタンドに投げ込んだりしていた。そんな6人に対し、今永はインスタのコメントで、観客席からのエネルギーが大好き、また来てください、T シャツを着てくるかはお任せします、とコメントした。このコメントには、多くのいいねと今永投手の神対応に対する絶賛のコメントが集まった。この話感動した、みんな絶対喜んでるやろ、こんなの。今永にとっては心強い応援団だな。寒い中、今永投手を上回る気合。今永投手もファンも最高やん。シカゴは今暑いの、寒いの、って混乱するけど応援団の熱量は半端ない。そして今シカゴは寒い。もうファンクラブができているとは、さすが今永先生。こういうノリは大好き、大歓迎。今永先生がアメリカでもコアなファンに愛されていて、嬉しい。カブスファンほんと熱い。SHOTA、翔太軍団。最高の応援団だぜ。翔太軍団、最高。次回の登板、どうなるんやろ、ワクワクする。素敵なファンだ。これはどっちも嬉しい、ウィンウィン。翔太、愛されてる。翔太がカブスに来たこと、みんな喜んでる。あー、親衛隊だなこれは。今永先生の半袖といい、この裸軍団といい、風邪ひくなよ。こんな光景初めてなんじゃないか。今永もファンも最高。何度見ても惚れ惚れする、わら。さすがアメリカ、いろんな意味で。寒い中、熱い応援。この時の今永、完璧やった。もっともっとファンが増えるやろ。目立ってたけど、めちゃくちゃ寒そう。あのピッチングされたら、そらファンになるわな。気温9度、寒いのに応援ってありがたいよね。さすがアメリカだな、遠いね。真のファンだな。翔太もシカゴに夢中だな。